はい、皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント。いつもですね、ゲストさんをお迎えさせていただいて、いろんなお話をお聞きしてるんですけど、先週はサボっちゃいました。すいません、申し訳ございません。はい、皆さんね、なんかゆるい音楽を聴いていただいたんじゃないかなと思いますけども、さあ、この番組はですね、先ほど申し上げましたように、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功していらっしゃる方でも必ず様々な困難があってですね、そしてターニングポイントというのがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいのか、その未来のこともお聞きしながら、リスナーのあなたの、一歩なきっかけにしていただきたいという思いから始めさせていただいております。MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組はですね、各社様のご協賛により、お届けさせていただいてます。途中の CM もお聞きください。なお、ご協賛もですね、受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾さんより夜、20時まで、お届けさせていただいてますので、皆さんも最後までお付き合いください。そしてこの、この今のこのラジオなんですけど、生でお聞きになられない方はですね、YouTube、FM 宜野湾さんの YouTube と、私、伊達のですね、YouTube チャンネルの方でお出しさせていただいてますので、そちらの方からもですね、アーカイブとしてご覧ください。ということで、皆さんそろそろ、またいつもの通りゲストさんをお迎えしてお話しさせていただこうと思うんですけど、今日はね、もうあと何、10年経ったら僕多分ね、先輩のようになるんですけど、こんなね、人になりたいというね、方をお迎えしておりますので、ぜひ、ね、もうすでにね、ご紹介させていただこうと思います。本日のゲストさんはですね、沖縄県宜野湾、浦添市の外人住宅にある南国カフェ、心はカフェのオーナー、三輪隆輝さんでございます。三輪さん、ありがとうございます。お越しいただきまして。ありがとうございます。はじめまして、三輪と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、ほんと、神々ですね、今日。なんか、ほっとしましたよ。なんかね、すんごい緊張するんですよ。いやー、何ですか。ご紹介いただいたのは、ね、マリオ周遊の、はい、吉田社長からご紹介いただいたんですけども、はい、なんかですね、皆さん、ダンディでしょ。いやいや、そんな。面白いんですよ。あ、もう。おしゃれなんですよ。でもね、マイナスのところどっかないんですかってさっき社員さんに聞いたぐらいですね、ほんとなんかミスターパーフェクト。隠してるだけですから。隠せてるのが最高です。この1時間多分バレると思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、皆さん、今日は1時間よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあですね、皆さん、今、こちらは、沖縄の浦添市にある、はい、もうね、これちょっと皆さん、ぜひね、見ていただきたい。ちょっとこれ、こうしてもいいですかね。はい、どうぞどうぞ。お願いします。見えますか？これなんかいい感じのカフェ。で、そこに、かわいいやんのね、この、南国のがあって、向こうの別の部屋には、すごいなんか、おしゃれな、壁画？はい。になりますかね。はい。絵も書いてあって、ほんとこうなんかゆっくり落ち着けるようなその場所を、はい、経営していらっしゃる皆さんなんですけども、はい。もともと沖縄の方なんですか？いや、私は出身は、横浜市の生まれの育ちも、はい。そちらで、はい。沖縄に来るようになったのは、大学生の時に、はい。初めて沖縄に来させていただいて、もう瞬時に、その沖縄の巡りに取り憑かれたっていう状況なんですね。はい。それ、どんなところが沖縄のその魅力なんですか？そうですね。もともと横浜市の、海岸沿い、逗子、葉山という地区で、はいはい、よく行動してたものですから、もともと海が好きだったんですね。はい、で、ロケーションも、まあ、やはり江ノ島があったり、いろいろする中で、はい、まあ、遠くには富士山が見えるというところでずっと育ったものですから、はい、海への執着ってすごくありまして、はい、うんうん、で、やっぱり横浜とちょっと違う雰囲気の海となると、うん、もう絶対的にやっぱり沖縄だったんですから、うん、確かに、憧れと同時にですね、きっかけを作ってくれた、まあ、私の妹がですね、はい、誘ってくれて、たまたま行ったら、もうヒットしちゃったと。なるほど。はい。もうすごいロケーションだったんですよ。うんうん、まあ、今もあるホテルだったんですけども、はい、まあ、そこに宿泊して、夜はビーチサイドで、
炎を焚いているような形の。めちゃくちゃいい。はい。で、夕日がやっぱり綺麗だったんですよね。もう、まあ、誰しもこれ見たら、虜になっちゃうと思うんですよね。まあ、そういう方多分多いと思うんですよね。うん、いや、多いと思います。はい。そんなきっかけからも沖縄に、執着が始まりまして。ああ、なるほど。で、まあ、当社はやっぱお金がなかったんでね。学生で、はい、まあ、年1回来るのがやっと。うん、うん。それを2回に増やして、3回に増やして、なんてやっていて、うん、うん。社会人になって、やっぱちょっと忙しかったもんですから、はい。ブランドがあった。はい。それが、まあ、20代の後半ぐらいに、また行けるようなシチュエーションができてっていうような流れなんですね。あ、なるほど。はい。じゃあ、ここのココロアカフェは何年前にオープンされたんですか？はい。です。まあ、昨年の8月が、はい、8周年。昨年8月。はい。今年、今夏で9年目なんですけども、はい、本当に昨年は、8月8日オープンの8周年。素敵。はい。だったので、はい、はい。まあ、いろんな方に協力していただきながらね、ここまでやってくれたのも間違いないんですけども、うんうん、8月8日8周年になられたっていうのは、まあ、一つの区切りとしてます。すごい自分で一番の達成感になってますね。いや、今ここ9年目と。はい。ということですね。え、普段は沖縄にいらっしゃるんですか？いや、まあ、沖縄にいることも、まあ、長いんですけども、うん、横浜に本社があります、本業がありますので、はい、行ったり来たりが多いですね。あ、なるほど。はい。その横浜のその本業、まあ横浜というか、はい、どんな幼少期をね、はい、お過ごしになられたのかと、これ言っちゃいけないって言われたことも、僕は絶対に言いたいなと今日思ってた。はい。なんですけど、ごめんなさい。はい。はい、じゃあ、葉山。もう葉山、葉山で生まれ育ったんですか？まあ、横浜市内に、はい、自宅があったもんですから、はい、まあ、そこから、逗子市葉山町っていうところですね、うんうん、はい、まあ、海に乗りたくて行ってたっていう感じですね。はい、なるほど、なるほど。はい。ですから、まあ、中学校、高校まで、ずっとその近辺で、うんうん、遊んでましたんで、うん、まあ、それこそ本当に海が近いところってみんなそうでしょうけども、はい、海水パンツ一丁でね、はい、飛び込んでったみたいな、昔3メーター、5メーターの僕も平気だったんですけど、はいはいはい、今怖いですもんね。いや、怖い怖い怖い。息が続かないですもん。息が続かないですよ、本当に。そんなところで育ってたんで、いつかこの辺に住みたいなっていうことが、もうおそらく中学生ぐらいから考えてたんだと思いますよね。今おいくつでいらっしゃるんですか？僕59歳です。今年還暦？はい。60ですか？そうですね。見えない、もう。本当にね、自分がその年になるって、絶対に信じてなかったんで。いや、わかります。それすごい。自分自身がちょっとびっくりしますよね。いや、先日もね、ゴルフに一緒にご一緒させていただいたんですけど。ありがとうございます。上手なんです。上手、面白い。ね。適度にやらかしていただいたら、安心感。気を使っていただいたんですけど。そんな人間ですから。いやいやいや。その幼少期はですね、はい、どんな、まあ今すごく明るく、はい、その、ほがらかで楽しい、まあなんかめちゃくちゃ運動やってらっしゃったんじゃないかなと思ったりとか。そうですね。はい。はい、運動はもう常日頃からずっと、はい、やってましたね。はい。で、まあ一番集中したのっていうのは実はゴルフなんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい。だから、まあ、ラグビーやったり、卓球やったり、いろんな体育部入ったり、はい、まあ、それから、まあ、自分でね、武道やったり、はい、いろいろやってましたけど、本当に熱心に集中してやったのは、実はゴルフ、ね。大人になってから？そうです。もちろんそうです。はい。それも、この、沖縄に来てから、本格的に始めるようになったんですよ。すごい聞こえはいいですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。いや、まあ本当にこの沖縄の地っていうのはいろんなきっかけいただきましたね。ああ、なるほど、なるほど。そうですか。じゃあ、ちょっとすいません。ちょっと幼少期に戻って言うと、はいはい、ね、その、すごいこう、快活で、多分学校のクラスの中でも人気者のような感じの方じゃないかなと思うんですよ。ムードメーカーであったりとかだったと思うんですけど、どうなんですか、実際は。そうですね。これね、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、実際そんなに目立ったことはなかったですね。うん、そうって言われましたもんね。どちらかというと、おとなしい方だったと自分では自負してるんですね。うんうん、ですから、やんちゃだったりってこともなかったですし、はいはいはい、特にその中心的な人物で、先生から何か言われたとか、携わったこともないですし、うんうん、ですから、どちらかというとこう目立たないようにこう隠れてたような感じですよね。そうです。まあ、父親の関係ですね、引っ越しも何回かあったので、はいはい、
やっぱり引っ越した当初っていうのは、テーブルの下で遊ぶような、あちょっと自然症的な。あ、そうなんですか、ね、小学生でしたね。それなかなかやっぱりその仲間作りっていうか、関係作りは難しくってってことですね。多分ね、自分からはその当時は言ってないですね。あなるほど。はい。だから、まあ、母親が心配して、はい。少年野球のチームに入れたぐらいなんで。あ、そうなんですか。そうですね。はい。あ、野球やってらっしゃったらまたあんなに飛ぶんですね。いやいや、それはその後にやってきた、筋トレで。あとは、自然と筋肉が面白いんですよ、なんか。もうね、こんなに用意してた、その台本から外れることなかなかないですからね。そうですよね。最高です。そうそう。まあでもその幼少期、ね、いろいろ卓球も入られたりとか、でもなんか、ホークソングもやってらっしゃったり、ちょっとされたんですか？いや、僕はそれはやってないんですよ。あ、それはやってたのは、妹の方でして。あ、妹さんが。はい。その時やっていた、卓球部という大会と、ね、はい、部活で、その先生が、剣部でね、ホークソング部の顧問を、なるほど。やってたっていうことが。はいはいはい。僕はちょっとあんまりね、音楽好きなんですけど、聞く方はなかなかちょっとできなくて。そうなんですか、ね、はい。いつもカスタネットかトライアングルでしたね。あ、うわ。わかります。僕頑張って大太鼓やってました。大太鼓楽なんですよね。どんどんやるだけで。難しいのはダメなんですよ。そうですか。はい、じゃあそんな中学時代を経て、はい、その高校はでもなんか進学校に行かれたんでしょ？まあそうでしたね。ただどちらかというとまあその高校大学って継続しますけど。はいはい、やっぱり自分の目的っていうのはまあ定まってない時期なんで、うん、まあそうですよね。はい、ですからまあ運動したりいろんな人とこう、まあ、会ってね教えてもらったりしながら、まあ次今後自分はどうするかなってことを絶えず考えてた時期でもありましたね。え、それ高校もうちょっと大学からですか？そうです。だから大人になってからの考え方が全く違うんで、はい、子供の考え方ですから、はい、あんまりその遠くを見つめたってことではなくて、うん、やっぱりその近い将来のことでしたね、考え方もね。まあ大学入ったら何するか、社会人だったら何するかっていうのがあってですね。た、うん、だから答え出なかったですよ、いや、出ないんですよね。はい、そう、なんか僕も今、先日の中学校3年生の子たちに研修とかさせてもらって、はい、夢あるかって言ったら、やっぱないって言いますし、うん、で、夢イコール職業みたいな感じに、うん、特になってることあるじゃないですか。はい、なんかこんなやって、あんなやりたいっていう前に、職業的に、まあ親が実際言うから、うん、まあ、そうなんでしょうし、じゃあなりたい職業ってなんかあるのって言ったら、なかなか子供の頃から、うん、なんか建築、建設でこういうふうにしたいんだとか、道路をこんなにしたいとかってやったら、あるかもしれませんけど、はい、なかなかそんなんない中で、じゃあ、いろいろ思われながらどうするかな、今後の社会人というか大人になっていってっていうことをいろいろ考えながら過ごされた高校大学な感じですか、はい、そうですね。はい。ですから、答えが出ないまんま社会人になったという感じですよね。そう、その社会人なんですけど、はい、まあじゃあ今あれじゃないですか、その運送会社の方っていうのは、はい、お父さんから継がれてやってらっしゃる、はい、そうですね、はい、2代目でいらっしゃるんですか？いや、私でね、4代目。4代目。はい。え、じゃあ創業何年ですか？創業はですね、一応昭和で言うと、はい、39年になってるんですけども、はい、創設はですね、それよりも3年前なんです。はいはいはい。株式会社になって、今年で60年。はい。60年。60年。はい。はい、というところで、はい。まあ、創設者はね、ちょっと私も知らない方なんですけども、そこから2代、うん、引き継がれて、私の父親で3代目。3代目、なるほど。はい。私の4代目なので、まあ、本当に大きな転機というんですかね、うん、本当の大きな節目が今年あると。うんうんうん、いうところですね。なるほど、そうですよね。はい。はあ、そんな、じゃあ、まあ、今、どっかのね、会社さんに入られて、はい、で、多分、社会人を経験されてから、今の会社を継がれることになったと思うんですけども、はい、けど、まあ、実際ですね、そこの、サラリーマンというか、社会人の経験って何年ぐらいだったんでしょうか？約10年やりましたね。10年。はい。なんかでも結構、大手さんに入るんだ。そうですね。まあ、たまたま、自分の意思と、まあ、受けたところが、ルートセールスだったんですね。はい、はい。はい。で、まあ、いろいろ飛び込み営業をやされてる方とかいろんなと思うんですけども、うん、まあ、自分自身やっぱりそのルートセールスで、いろんな形でこう、深掘りしたかったんですから、はい。まあ、それとあと、英語って若いうちやっていた方が、はい。
ちろん。はい。いろんな意味で吸収もできると思うんで、うんうん、そういう職業にたまたま出会ったものですから、はい、まあ、そちらに入って、はい。で、様々な、営業やりますですね。両方とも、ちょっと2社体験してるんですけど、はい、メーカーだったもんですから、はい、ものづくりというところと、まあ、それからそれの販売というところで。ものづくりと販売。はい。ですから、製造販売という意味では、すごくいい経験をしましたですね。なるほど。はい。さあ、その辺のものづくりと販売、サラリーマンの時代の話を、中盤からお聞きしていこうと思います。まずは一旦こちらで、CM に入ります。まずは皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ。羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、さあ CM ご覧いただきました。ありがとうございました。お聞きいただきました。さあ、今日のゲストはですね、皆さんなんですよね。今から男前伝説の話をお聞きしたいなと思って。それは全くないです。全部アドリブ。ごめんなさい。いや、新しい。はい。何のボール投げても返していただきますからね。はい、ありがたいです。もうさあ、まあ、サラリーマン、ね。会社行かれて、サラリーマンされて、ルートセールスされたと。はい。っていうね、ところの話を実際お聞きしたいんですけども。はい。まあ、もちろん、その、いろんな、ね、ルートセールスなんで、同じ方に、ずっとお会いされて、お話されて、なので、新規の飛び込みで、なんか単発的なところじゃない感じの人間関係多分あると思うんですけど、はい。なんか、やっぱり最初から、まあ、すごい僕から拝見させていただくと、お人付き合いも上手ですし、人の懐に入られるのもすごい上手ですし、っていうふうに思うんですけど、あ、そうですか。どう言えと思うんですか。どんな方とか、最初営業とかやってやられてどうだったんですか。そうですね、最初はですね、はい、まあメーカー、まあ、製造メーカーの営業をやってたんですけれども、はい、実は言うとですね、窓口がほとんど女性だったんですね。はい、はい。まあ社内の話ですけど、はい。社内も女性の方とセッションして、はい、まあいろんなことが決まっていて、指示を受けてっていうところだったんですけども、はい。実際にはこの女性陣、はい。僕が多分その頃、本当に20代前半だったんで、はい。その頃にすごく厳しい女性がいっぱいいたんですよ。はい、はい、はい。で、やっぱりどうしてもね、その男性が女性にっていうふうにちょっと思われるかもしれませんけども、うん、やっぱりこう、キャリアを積んだ方にはもう勝てないんですよね。はい。はい、ですから、その方から、いろんな知識をどう引き出そうかっていうところを一生懸命考えていた時代だったんですね。あ、まずは社内の方から。はい。もう本当に新人なのはわかりますけど、ちゃんとやってくださいって言葉何度もありましたからね。厳しかった、ね、厳しかったですね。だから自分自身にはもう、だって入ったばっかなのにね、そんなわかるわけないでしょっていうふうに思っちゃうんですけど、やっぱりその、思っても言われるんだから、うん、言われるんだったらそれをなんか、こう返してやろうみたいな。でそこで、あ、これ多分、電話やりとりしてるからいけないんだなっていうのがあったんで、はい、まずはこんなに毎日仕事でやり取りがあるんであれば、懇親会やってくださいって申し入れしたんですね。はいはいはい、はい。顔もわかんない人と喋りたくないんで、はい、というところもあったので、
で、我々のスタッフ連れて、はい、そこの中央でいろいろコントロールされているグループの女性陣に申し入れしてました。ああ、なるほど。はい。そこで、懇親会っていうのをやっていただいて、うん、それで実は仲良くなっちゃったんですね。ああ。そうするともう本当に仕事やりやすいですよね。ああ、なるほど。その、なんか、なかなか、そのじゃあ、一緒にこう会ってください、懇親会やりましょうっていうのって、逆に言いにくかったりするじゃないですか。ただまあ、社内で、上司同士も仲良かったんで、はい、いいね、いいねってすぐ賛成してくれて、あ、なるほど。はい。もう本当にそこの部署っていうのは女性だけの部署だったんで、はい、でこちらといえば、まあ、男性の女性の部署だったんですけど、うん、じゃあ、三輪君、じゃあ代表できないのって言われたんですけど、いや、全員できましょうよ、ということで、男性陣も女性陣も全員連れて、はい、懇親会やって、で、そこで、まあ、向こうの、考え方、はい、それから置かれてる状況、立場、うん、まあ、いろいろ教えていただいて、はい、あ、だからこうやって言ってたんですよね、っていうのが、やっぱりそこで見えたんですよね。はいはいはい。で、こちらの事情もお話しさせていただいて、うん、まあ、そうですよね、っていうことで納得していただいたんで、はい、非常に身のある懇親会だったんですよね。それ、おいくつぐらいの時ですか？22、3歳ですよね。ああ、そうか、はい、すごいな。はい。それで、まあ、仲良くなるじゃないですか。はい。仲良くなって、その仕事はすごいこう、まあ、楽というか、楽じゃないですね。それをうまいことを運ぶようにすることができるようになったと。はい。っていうことなんですけど、それはまあ、社内で、まあ、言ったらうまいこと、こう、うまいことっていうか、関係が実は作れるようになって、ただ、お客さんに対してっていうのは、なんか、やっぱりそこからうまくいってたもんなんですか？まあ、その後営業をさせていただいたんですけども、はい、その営業でやっぱり培った2社目の、はい。本当のそのルートセールスのところ。はい。ね、はい、そこでやっぱり担当エリアっていうのを持たされて、はい、でそちらのエリアの中で決められたその顧客に対してどういうふうに予算を達成していくかっていう営業になっていくんで、はい、でそこでやっぱり一番苦労したのはやっぱり営業マンがやっぱり300人ぐらいいましたんで、はい、それが一斉に同じようなプレゼンするわけですよ。なるほど、なるほど。ですから、季節柄のものもありましたから、はい、で、自分のところのね、商材をどうやっていくかっていう話になってくるわけですね。うんうん、はい、でそうすると、まず社内でいい商品を争奪戦なんですよ。あ、なるほど。はい。社内からの戦いがあるんですね。そうです。なるほど。はい、で、確保して、次の展開として、プレゼンボードにプレゼンの材料をこうどんどん作成していくっていう流れになっていくんですね。はい。ですから、まあ、バイヤーさんの気持ちも分からないといけないでしょうし、うん、それからそこに置かれているその地域性も理解しないといけないでしょうし、はい、あるいは価格もそうですし、うん、まあいろんな要素を考慮しながらプレゼンしていくっていう企画書を作らなきゃいけないんで、はい、そのとってもね、勉強になりましたね。ああ、なるほど。はい。で、エリアが、はい、東京とか、はい、まあ、要するに23区外だったんで、はい、23区には勝てないんですよね。いや、そりゃそうですよね。はい。マーケット的には規模的にも。はい。だから、そんなところで、東京23区で一緒のことやったらダメだな、っていうのがあったんで、はい、まあ、すごく試行錯誤を繰り返した時期でしたですね。うん、それで、その、まあ、言ったら真ん中の花形というか、はい、その、まあ、言ったら23区内ってね、時間も短いし、お客さんも多いし、はい、メイン。じゃなくて、そのよそのところ、エリアのところを、どうやって、なんか宮さん的に、はい、こういう風にしていってこうお客さんの信頼を確保していったんだっていうようなことっていうのはなんか一つ二つ挙げるとするとどんなことなんでしょう。そうですね、やっぱり毎日行きましたね、お客さんのところに。あ、はい、だからその当時はおそらく1週間に1回か2回かぐらいの、はい、サイクルで、まあ、各部活に行ってたようだったんですね。うん、で、それを、僕の場合は、知識も何もなかったんで、はい、でまず、毎日行って、どう覚えてもらおうと。うん、そこまでしたよね。うん、なるほど。はい。で、そこでやったことっていうのは、もうほとんど、普通のことを毎日やってたっていう状況で、うん、逆に今から思えば、普通のことを毎日やってたんで、あ、この人毎日来てくれるんだ。うん、毎日同じことやってくれるんだ。うん、あ、こんな営業さんは昔いなかったな。っていうようなね。そうなんですか。はい。そんなようなニュアンスで受け止めていただいたみたいで、すごくその交換的な、接し方をしてくれましたね。皆さんがそうでしたね。その、やっぱりその、はい、今のキーワード、まさにそうですけど、はい、
で、週1回しか行かない人たちばっかりのところで、はい、でまあ、逆に言うと、週1回でいいよってなるわけじゃないですか。はい。はい、一般的には。ええ。で、まあ逆に言うと、2回、3回も行ったら、じゃあお前何しに行くんだよって話に多分なってると思うんですよね。はい。はい、まあ、この前それ話聞いたじゃないかと。はい。また同じとこ行くのかみたいな。はい、で、あったんじゃないかなってこう想像されるんですけど、はい、それをもう毎日行かれるように、しようと思われたのは何ですか、はいはい、そうですね。これはね、本当にね、その時に、まあ、感謝しなきゃいけない部分なんですけども、はい、まずは、会社的に、はい、予算達成する確率がものすごく低いエリア。はい。はい。ですから、あんまりその上司が、当てにしてないエリアなんです。なるほど。ラッキー、ラッキー。それと、本当にこれは先輩方々にも申し訳ない気がしちゃうんですけども、先輩方々が一週間に一回しか行ってなかったんで、はい、あ、じゃあ毎日行けばいいじゃんっていう、単純なスキームになったもんですから、うん、本当にラッキーだったんですよ。いやいや、うん、はい、うん、はい。はい。だから、もしそこで先輩たちが毎日行ってたとすると、うん、じゃあ毎日って何やってたんだろうとかって深い意識で、うんうん、確かにその先輩方々と違うことをやらなきゃいけなかったんで、はい、そういう意味ではまず毎日行くことが重要なことっていうことで位置づけられたんで、うん、やっぱり毎日行くことによって、あるいは毎日同じ時間に行くことによって、まあ顧客のね、担当者とか、うん、それから上席の人なんかは、うん、確かあ、もうすぐ来るから、聞いてみればいいじゃんっていうような会話を、なるほど、ね。してくれたんですよね。はい。ですから、本当にありがたかったですね、その。もうまさに足しげく通うっていうやつ。そうです。もうそこからしかできなかったんでね。今、なかなかないですよね。ないですね。そう言われてみるとそうですね。今もうね、ネットで全部できちゃうんで、はい、まあ、正直その頃は、ほとんどメールなかった時代だった。いやいや、そうですよね。はい、え、だって、あれでしょ、20代前半だから35年くらい前ってことですね。そうですね。はい。はぁ、まあ、そりゃそうだわ。はい。35年前。そうだわ。そうですね。はい。はぁ、じゃあその、足しげ通われて、関係作られて、はい、っていうことだと思うんですけど、そこでいろんな人にこう触れるじゃないですか。そうですね。はい、いろんな人に触れられて、はい、で、そのなんか気づかれることであったり、例えば成功される人だとか、なんか、なんですか、考え方が違う人であったりとか、いろんな方に触れられると思うんですけど、はい、どんな方がすごい印象的だったりとか、それとか、感銘を。そうですね。まあ、たくさんいらっしゃったんで、それぞれ個性的な人が多くて、はい、皆さん、こう、いいところが、ありましたから、はい、まあ、そういうのをその自分の要素として、うん、自分に取り込めたらいいなっていうところから、どうやって取り込めたらいいんだろうとか、はい、その方法論なんかもね、結構考えたりだとか、うん、まあ、正直、本当にね、未だにその年賀状だけなんですけど、はい、それでやり取りしてからもまだいらっしゃるんですよね。ああ、素晴らしい。はい。ですから、まあ、この方っていうよりは、その方々が、いろんな要素を与えてくれたんで、うん、まあ、自分はここまでできてるっていうところを、ありますよね。なるほど。はい。非常に感謝してます。やっぱり怒られることもあったりしたんですか？もちろんありましたね。まあ、いろんな意味で、その人とその的がずれちゃったりすると、はい、もっとこうやってやってくれないと困るよっていうね、話もありましたし、まあ、一番怒られたのは社内ですよね。社内？はい。社内で怒られたのは結構多かったですね。はい、どんなことが起こる？やっぱりお客さんの立場に立ちすぎちゃって。なるほど。はい。ね、本当はそれやっちゃいけないんだぞとか、はい、いろんなルール違反もやりましたし。はい、はい。やってそう。はい。もう本当にね、ただ、本当はダメなんだぞって言いながら、しっかりね、なんとかしろよとか。みんなね、優しいんですよ。なるほど。はい。だから、なんかね、どうなんだろう。何をもってそうなったのかちょっとよくわかんないんですけど、皆さんがその、ヘルパーさんだったんで、うん、すごく究極に立たされたって、まあ、数字ぐらいですよね。ああ、なるほど。数字いかないでどうしようっていうのはね、結構ありましたけど、それ以外は、本当に皆さんがよく助けてくれたんで、それこそお客さんを助けてくれましたし、まあ、これラジオで言っちゃっていいのかわからないですけど、朝起きてね、はい、体調悪くて、はい、でも今日な、10時に約束あったよなって言った時に、どうしようどうしようって、どん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 時間過ぎていくじゃないですか。はいはいはい、で、もうしょうがないから、家のベランダ出て、すいません、今ちょっと外歩きしてるんですけど、ちょっと遅くなっちゃうんですよ、お客さんに呼ばれちゃったんで、って言って、二度寝してましたね。
そんなこと、しょっちゅうありますね。しょっちゅうありました。それで、上司が、顧客に電話するんですよ。はい、はい。嫌な上司いました。嫌な時にね、名前は伏せますけど。はい。そしたら、顧客も、ここなんだな。あ、今、丹羽さんは倉庫で整理してくれてます。すごい。もう助けてくれたんですよ。で、その後、遅れること2時間後ぐらいに、はいはい、そこの会社行くじゃないですか。と、なんか嫌がってきたよ。ちゃんとうまくいってた。ありがとうございます。っていうのが多かったですね。絶対。これ皆さんあれですよ。同じやり方としちゃダメですからね。絶対ダメだ。だって、今のお話をお聞きするとですよ、はい。もう皆さんが助けてくれたとおっしゃいますけど、はい、同期の方がみんなそういう感じじゃない、なかったでしょ。なんか助けてもらってません、なんか。そうですね。だから先輩方々もいい先輩で、結構弱肉強食でね、はい、皆さん、ライバルだよなんていうその中で、はい、やっぱり営業部署に帰ると、何かいろいろやってるわけですよ。はい、僕も頭の中ではやってますけど、まあ、やっぱり先輩方にはならないですよね。経験も知識もないんで。だからとにかく動いてなんぼってところで消しましたね。まあ、はい、なるほど。はい、いやいや、まあまあ、とは言っても、はい、その今なんかあんまり凹んでなさそうな感じですけど、はい、けど、なんかでも波がやっぱりいろいろ人ってあるんですよ。いやもうそれはもう緊張連続ですよ。もう悩みが尽きたことないですよね。あ、もうずーっと悩み続けてましたね。あ、そうですか。はい。もう皆さんそうだと思うんですけどね。だそういう、こう、要所要所で、そういう助けてくれた人が現れたり、はい、いい、その、好転するようなことが起きたりするんですよ。はい。それで何とか立ち直るっていう感じですよね。その、立ち直るタイミングの時に、まあ今、はい、よく、ゲストさんにはお聞きしてるんですけど、はい、あなたのその、一歩ソングっていう、はい、まあなんかいろんなタイミングの中で、その歌があったから絶対復活したとかっていうのは少ないかもしれませんけど、はい、なんかその、お聞きになられて、これいいな、とか、ここでしか、みたいな。っていう歌って何かあるんですか？そうですね。私の場合何曲かあったんですけども、まあ一番その後テーマソング的に、はい、何かカラオケと、じゃあ歌ってよって言われたのが、チューブのガラスのメモリーズだったんですね。おしゃんな感じしますね。いや、ね、多分声がね、合ってたんだと思うんですよね。高いですね。高いですね。そうはい。で、まあ、前田さんもよく横浜でコンサートやるくらい、はい、なんで、はいはい、で、岡村人ってもう馴染みっても中華のね。そうですね。はい。佐々木さんと一緒ぐらい入りましたんで、うん、はい。もう、夏イコールチューブ、イコール美和みたいな感じでね、なんか受け止めていただいてたみたいなんで。すごい。何かって言えばもうすぐチューブ歌え、チューブ歌えって思いましたね。でも、チューブね、僕もチューブよく歌ってましたけど。あ、そうですか。いや、歌ってました。いいっすもんね。あの辺いいっすよね。いいですね。本当によかったです。盛り上がる。ですよね、みんなが歌いやすいですね。そうですね。はい。さあ、その、チューブさんのガラスのメモリーズをね、はい、ぜひ、タイトルコールしていただいて、皆さんお聞きしていただければと思うんですけど、はい、じゃあ皆さんの一歩ソング、はい、お願いします。チューブのガラスのメモリーズ、聴いてください。どうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソー、
クワン草は安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、さあもうね、早いことにこう終盤に入ってきましたけども、今お聞きいただきましたチューブさんのガラスメモリーズですね。さあお聞きいただいて、さあ最後終盤なんですけど、はい、まだサラリーマンの話してますね。そうですね、長いですよね。さあさあ、はい、それで、まあ、いろいろそれこそ、いろんな方、まあ、この番組っていうのは、その、はい、ターニングポイントっていうこと、あなたのその一歩ラジオ。はいっていうふうなことなんですけども、そのターニングポイントをいろいろお聞きしてるんですけど、まあ、どんなターニングポイント、はい、いろいろ多分あられたと思いますけど、はい、どんなことが皆さんのターニングポイントになるんですか？そうですね、まあ、それこそやっぱりターニングポイントが多すぎちゃって、はい、やっぱりその幼少期、まあ、それから学生時代、それからまあ、はい、本当にその社会人駆け出し、はい、まあ、中盤に来て先輩後輩ができる、うん、今に至る。もうその都度その都度いっぱい影響力のある人が出過ぎちゃってるんで。人なんですか？はい。だから自分にとって、やっぱりそれぞれの向上してきた人々が、やっぱりその時の教科書だったんですよね。はいはいはい、はい。はい。ですから、まあ人は教科書って言えるのかどうか、僕の中ではやっぱそれが一番、人生の中でのターニングポイントだと思うんですね。うん。ですから、都度都度でいろんな方がいろんないいこと言ってくれたり、助けてくれたりしたんで、それをまあ自分の知識として、うん、でなるべくそれを自分でもその取り入れようというところが、うん、一番、自分自身でやってきたことかなって今でも振り返るとそう思うんですね。はい、ですから、まあ、そういう意味ではもう本当にいろんな教科書をいただいたと。いうことですよね。いや、だからそのね、事前にインタビューで先にお聞きをさせていただいてるんですけども、すごい僕の好きなことが、なんか教科書があるとしたら人でしたよっていうこの言葉がすごい刺さってて、で、そう、いえいえ、本当それからもやっぱ人格形成を実際こう、はい、してらっしゃったって話をお聞きしたんですけども、今皆さんお分かりのように場所をね、ちょっと別の部屋に変えてなんですけど、別の部屋の心若林さんなんですけど、この、はい、まあ、それからサラリーマンを経られて、沖縄にその、学生の時から、すごくなんか沖縄にこう、帰していきたいとか、関わっていきたいっていうふうな思いから、はい、ここのその浦添市のところでカフェをオープンして、今年9年目と、はい、っていうことなんですけども、はい、この絵とかは、宮さん描かれてますか？いやいや、もう僕、絵心ないですから、全くないんで。描けそうじゃん、宮さん、これ、ね。これは、三田和成さんっていう方が、はい、まあ、カッツリーダーっていう、はい、ニックネームで、はい、アーティストをやられてる方がいらっしゃいまして、本当にその人がもう親切にね、いろんなアイデア出していただいて、うん、まあ当然その心がけのロゴも。あ、ロゴも、はい、はいはいはい。だからこの心がっていうその名前も。あ、そうなんですか、ね、はい。全部その方が考えてくれて、もう本当に素直にありがとうございますということで、お願いをした。まあそれがまあ今のものだったんですよね。いや、でもちょうどその心がけって、どういう名前、どういう意味合いから付けられたんですか？まあ、その三田さんに、はい、その経緯とか内容を聞いてですね、はい、まあ、要するに、ココっていうのが、その、ヤシの木の通称だというところらしいんですね。はい、それから、ロアっていうのが、まあ、それがなびくっていうところを、長引く。なびく。なびく。はい。風になびく。風になびく。はい。そういう意味合いがあるようで、で、まあ、ヤシの木がなびくってことで、心は、いう名前に、つけていただいたということですね。なるほど。はい、このお店も今9年でいらっしゃるんですけど、はい、まあ、もちろんこれからもどんどんずっと長く、はい、お客さんにもお越しいただいて多分長く経営されると思いますけど、はい、どういうふうなお店にしていきたいとか、はい、まあ、元々 のコンセプトも合わせて、はいはい、教えていただければと思うんですけど。はい、まあ、その本業から、はい、沖縄に着目して、うん、沖縄にこう、触れ合いたい、関わりたい一心で、試行錯誤して、最終章として飲食につながって、はい、いろんな方のご協力でこのココラカフェをオープンさせていただいた、うんうん、でその後9年目に入りまして今、めいっ子夫婦が、運営を一手にそうなんですか、はい、やってくれてるんですね、はい、ですから、まあ、本当に彼女彼らにも感謝してますし、またそこにいるそのスタッフも、本当にいいスタッフがね、今やいてくれて、日夜も本当に頑張ってくれてるんですね。
ですから、まあ、そういうことが今、まさに行われている状況なので、うん、まあ、今後の僕の、思い入れはあるにしても、うん、まあ、彼らの思いをね、やっぱり大事にしたいなと思ってますので、うん、まあ、彼らにもいろんな意見を聞きながら、今後のね、カルトカートの展開を皆さんに、どういうふうに、まあ、つなげていきたい、いくか。じゃそんなところを考えてますんで、今後の成長をね、ぜひ、見守っていただければなと思ってますけど、こう動きたいっていうところですね、はい。どんどん変わっていきますから、これも。あ、そうなんですか、はい、どんどん変わっていきますんで。面白い。はい。いやいや、その、いろいろその本業の実際運送の運送運輸のところがあって、はい、で、今こちらのココラカフェやられて、はい、今後、まあ、今還暦を今年お迎えになられますけど、はい、あとね、230年ぐらい生きられると思います。本当ですね、いい薬ができるようになるんですけど。290歳ですよ、なんですけど、今後はどうされていきたいとかってあられるんですか、ココラカフェだけじゃなかったとしたら。そうですね、自分自身としては、まあ、本来これまでこう、まあ、ある意味突っ走ってきた部分もあるので、うん、はい、これまでご協力いただいてきた方、はい、あるいはもう早くから横浜の地元から目を外に向けちゃってたんで、はい、はい、できればこう膝元の地元の方々とちょっと親交を深めたいなと思ってます、うん、感謝の意味を込めてですね。なるほど、はいはい。どうせ、いないんでしょう、沖縄でしょうなんて言われたことが結構あったもんで、はい、いやいやいや、今横浜にいますよっていうね、セリフが言えるように、あ、やっぱりいるんだ、いつ誘ってもいるねっていうのはね、やっぱり地元あっての、今なんで、うん、いろんな方々にご協力いただいたことは間違いないんですけど、うん、やっぱり地元の方ね、やっぱり年がなかったら、やっぱり成功しなかったというのもあるんで、うん、それには本当に精神的で感謝しなきゃいけないなと今思ってますね。うん、はい、思います皆さん。どっか誇り探したい、誇りを。いっぱい出てますよ。絶対出てないです。そうですか、ありがとうございます。はい。はい、いや、それで、まあ、この番組は一歩ラジオになるんですけど、はい、まあ、一歩前に、その、踏み出したいけど、踏み出せないとか、はい、まあ、僕はよく言うんですけど、うちの会社名が一歩前なので、旦那さんは本当にこう、どんどん前に行って、元気もらえる。だから僕は今までずっとこうやって前に出ていって、皆さんがそれを感じてると思ってたんですけど、けどいろいろこうやって社長さんとか経営さんのお話をお聞きすると、やっぱり皆さん何か一歩行かれて、いろんなこう波がいっぱいある中で、今の状態になってると思うんですけど、その今リスナーさん、まあ、一歩踏み出した人もいれば、踏み出したけど諦めた人もいれば、でも、っていういろんな人がいらっしゃると思うんですけど、その方に対して何かアドバイスを皆さんがいただけるとするんだったらどうなのか。そうですね。やっぱりその、一歩を踏み出すっていうのはね、非常にいろんな力が必要でしょうし、うん、あるいはそのタイミングだとか、あると思うんですよね。うん、ですから、まあ、僕が言えることはですね、僕の経験上、思ったことを諦めずに、どう実行に移すかっていうところと、うん、まあ、それとやっぱりそれをパワーをくれる方が絶対いるはずなんですね。あ、なるほど、はい。ですから、歌なのか、人なのか、シチュエーションなのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、それに素直にその感謝する気持ちを絶対忘れずに、うん、まあ、進んでいかなきゃいけないというところだと思うので、うん、まあ、こうだから一歩踏み出せるというのは僕実はなくてですね、はい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 、ただ皆さんがもし一歩前に出たいというふうに思ってらっしゃるのであれば、うん、小さくてもいいので、うん、本当に数センチでもいいですから前に出るパワーを身につける、うん、まあ、どんな人よりも構わないので、ね、うん、大きいことでも小さいことでもどんなことでも構わないんで、うん、今までやれなかったことができたらそれ一歩なんで、はい、そうですね、はい、ですから大小ではなく自分で考える一歩を大切にしていただきたいなと思います。いや本当に思います、はい、なんか大きなことをしなきゃいけないとかってやっぱりみんな思ったりするじゃないですか、はい、そうですね。そしてその今後その夢とかモチベーションとか話してますけど、うん、まあ、夢イコール大きくなきゃいけないとか、はい、叶わないだろうなっていうふうなことここにあるようなものとかじゃなきゃいけないっていうふうに思いがちなんですけど、うん、はい、全然もうちっちゃい一歩そうですですよね、はい、昨日泣いてても今日笑ってたら一歩だと思うんですよ、うん、確かに、なるほど、はい、あ、そうか、うん、そうですね、その一歩っていうのをなんか大きなこと皆さんこう見ると例えばお店をやりたい、それはでかい一歩、うん、もうでかすぎる多分一歩だと思うんで、はい、でもお店をやりたいな、どんな店にしようかなって想像するのでも一歩にしたいそうですね、なると思いますし、はい、もう本
本当にそれがもう実は自分の大きな一歩だったりするんですね。いや本当本当そうだと思いますね。そうですよね。はい。そっかそっか。じゃあ今からあれですけど、いつもは沖縄にいらっしゃるんですか。行ったり来たりなんで、今ちょっと不定期ですけど、はい、大体1ヶ月に10日以上はいますね。沖縄に。はい。なるほど。はい。残りの大体は向こうにいらっしゃるんですね。そうですね。今週のどっかにいます。今週のどっかに。またちょっと疑惑的に言い方しますけど、いや、ちゃんと仕事してるんですよ。この大体も。もう難しいです、もう。取り返しがつかない。最高だわ、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、本当、まだあれですね、はい、3杯目ですね。そうですね、これが不思議なことで。はい、すんごい暖かく包んでいただいて。いやいやいや、そんなの、先日が変な将軍なんですから、そうですね。そうですね。はい、もうよくね、ちょっと悔しかったわ。そんなもういくらでもしてますよ、私は。いやいや、まあまあ、仲良く楽しかったら全然いいと思ってるんですけど。そうですね。はい。で、あとこの、番組ですけど、笑っていいとも方式なんですよね。はい。はい、ですので、どなたかをいつもご紹介、はい、おつなぎいただくっていうことにさ、なってるんですけども、はい。ご紹介いただける方いらっしゃいますか。はい、もちろんです。何やったのをフル回転して考えてまいりました。はい。はい。ゆっくり言います。佐野、直子さん。佐野直子さん。はい。はいはい。どうもまあ、この、宜野湾にも関わられているような、はい。はい。方らしいんですけども、まあ、ご紹介いただいた方なんですけども、はい。やっぱり女性でミセスで、非常にこう女性の向上心をもっと前に出そうよっていうことで、うんうんうん、力を注がれている方なんですね。はい。で、ご自身もまあ、ダンサーをやられた経験を生かして、はい。いろんな活動を今も、本当に熱心にやられている方なんで、僕、はい、からしてやっぱり女性の魅力っていうのはね、まあそういうところにやっぱり感じるところがあるんですから、はい、ぜひ、まあ、この番組ちょうどうまく気になって、もう本当にすぐにイコールで、あ、これまたご紹介したいっていう、つなぎたいっていう思いがあったんですが、ぜひ、その番組をご紹介させてください。ありがとうございます。はい。佐野直子さんですね。はい。いやなんか楽しみです。すごい影響力あられる方なんでしょう。そうですね。あれだけこう女性を前に出して、はい、邁進できるっていうのはなかなかやっぱりできることじゃないなと思ってですね。うん、まあ去年もね、毎回やられてるそうなんですけども、まあ、ミセスコンという、はい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 、イベントをやられて、まあ僕も呼んでいただいて参加したんですけども、はい、まあやっぱりいろんな意味で辛いこともあったり、ダメだったこともあったりで、まあ上手くしてあると思うんですけども、はい、今私はこんな日本に輝いてますっていうのをね、皆さんの前で告げるんですよね。ああ、そうなんですか、ね。はい。それはもうすごく良くて、はい、まあ、若い方もいらっしゃったし、年配の方もいらっしゃったんですけど、な、うんか自分に自信を持って人の目の前でね、うん、発言されてたので、まあ、すごい、パワーだな、うん。我々が、本当にそのパワーをもらったのかな。でしたね。なるほど。はい。それをもう、何年も続けられるようになったので、そういうね、企画もそうですし、運営していくパワーというのも相当あるんだと思うんですよね。その、いろいろこれも最後に聞くのはあれなんですけど、はい、最後にそんな重たい話聞くかみたいな話になりますやめてくださいよ。いやいや、いろんな、人が実際教科書で実際言われて、はい、で今みたいにその輝いてる佐野さんとかなんですけど、はい、皆さんがこの人というか、はい、この、まあ人間っていうことになるんでしょうけど、はい、これすごいなって思う思考ってどんな人たちですか？どんな考え方してるんですか？やっぱりね、いろいろとつながると思うんですよ。はい、ただ、僕はどうしても、あ、気づかなかったなっていう瞬間がすごくあるんですよね。はいはい、でそれを人から教えてもらうっていうことの状況が多かったですね。はい、だから自分が思っててもできなかったことと、全然思いもよらないことっていうのがあったとしたら、この思いもよらないことで、ああ、そうするべきだったっていうのはね、結構いろんなところで出てきてて。ああ、そう。はい。それをやっぱり自分よりも若い人だろうが、はい、年配の方だろうが、同年代だろうが、素直にこう取り込みたいな、というふうに思ってましたね。その柔軟性ですよね。そうですね。やっぱり人に対しての気遣いってすごく幅広いんですよ。うん。うん、だから今その人が何を考えてそうなって、それに気づいてあげたらこういう言葉がかけられたらいいな、っていうのがね、すごく、たくさんあるんですよ。
深い、はい、それをね見事にやられた時にはああ気づかなかったなっていう思いがやっぱり後悔の面としてねありましたね。だからそれがやっぱり僕の教科書でしたよ。はい、いやー面白い面白いって言いながらもう終わりなんですよ。出しましたそんな時間。いやいやもう立っちゃってそんなところ今幻想見てますもんほら。いや本当、はい、またそれこそね先ほども申し上げてましたけど、はい、なんかこの時間でねご紹介いただいた川上さんから江里、はい、さんから、はい、いろんなその方々とまたこう飲みながらね。あいいですね。なんか一つのテーマについて。はい、また別の本性出ちゃうかもしれません。いやいや、いいと思います。ありがとうございます。ということで、早いものでお時間となってしまいました。今日もあっという間の1時間でした。皆さん、今日は本当に貴重なお時間、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。本日のゲストは、はい、フォロワーカフェオーナーの、三輪由紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また皆さん、来週。皆さん、ありがとうございます。